はい、こんにちは、キラです。今日はですね、あと5点上がります、難問を目の前にした時の攻略法というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、難問といってもですね、今回は入試問題ではなく育成テストの応用問題の最後の問題や公開模試の後半の大問レベルです。そして難問と書きましたが、一見難問に見える問題と言った方がいいかもしれません。上位クラスの子どもたちであっても算数が得意な子どもに言うことがあります。それはどんな問題であってもファイティングポーズ、まあ、戦う姿勢ですね、は必ず取りなさいということです。問題を読みもしないで諦めるのでは何も成長しません。まず問題を読んでみる、手を動かしてみる、線分図など書けるものを書いてみる、これが大切です。テストでのファイティングポーズというと、やめの合図があるまで鉛筆を離さないということです。具体的な戦い方をお話したいと思います。最後の問題の構成例をいくつかのパターンで見てみます。大抵の場合、小説問は括弧1から括弧3くらいまであります。典型例は括弧1や2が括弧3を解くための道筋になっているパターンです。この時はうまくこの誘導に乗っかってあげれば良いのです。しかし子どもたちはこの誘導にうまく乗れません。その理由の一つは、括弧1の設問に行く前のリード文の長さ、複雑さ、条件の多さにビビってしまって、括弧1にたどり着く前にファイティングポーズ、まあ、戦う姿勢ですね、をやめてしまうのです。括弧1にたどり着いた時にもう一度ファイティングポーズを取りましょう。括弧1であれば戦えるはずです。すべての条件を使わなくても解ける問題もあります。まず問題を読んでみてください。括弧3までは無理でも括弧1、2くらいは何とかしてやろうという気持ちでぶつかってみましょう。日能研では月曜日に正答率が出ます。しかし最後の問題の正答率は問題の難易度を表しているわけではありません。時間切れで問題に手をつけずに×の人もいるからです。実は大した難易度ではないかもしれません。ですから育成テストで120点くらい取れる人はもう一度後半の問題にアタックしてみるのも面白いでしょう。つまり今の課題は前半の問題のスピードアップかもしれません。時間があればできたかも。難問へアタックする気持ちと計算を正確に早く解くスピードのバランスとうまく付き合っていきたいものです。時にはですね、括弧1がメインディッシュで括弧2はおまけのような問題もあります。その時は括弧1ができたと満足してしまうと損です。括弧にはただ計算するだけという問題があるからです。括弧1で満足せずに括弧にも問題を読んでおくといいことがある場合もあります。毎年私の教室では自分の持ち偏差よりも高い学校に受かる子が8割から9割います。種明かしをすると、合格可能性 80% 偏差は少し高めの設定をしているように感じます。必ず受かると言える偏差値ですから当たり前かもしれません。 80% 偏差に届いていなくても複数回受験や繰り上げまで入れると合格している生徒が8割近くいるということです。気休めを言うつもりはありません。受けると決めたからには試験のやめの合図があるまで、最後の1秒まで鉛筆を握り、合格への希望を持って勉強に励んでください。まずは親御さんがお子さんの合格を信じてあげてください。合格の最後の差は親の執念です。